なんかまた冬が来るんだなと思って、すごい楽しみな気分になりました。あの雪見うさぎもほっぺをツンツンしたりしまって、感触はいい。いやもうふわふわで、もうその上で寝ちゃいたいぐらいな感じでした。癒されますね。すっごい肌触りいいんですよ、雪見うさぎって。今年のお餅の場所はいかがでした？いや今年結構パワーアップしすぎてて、自分がびっくりしました。なんかあんまり失敗っていうカットがなかったので、あの本当に毎年成長できてるなと思って、誰か挑んでくれる人がいたら本当に、いやでも雪見伸ばしチャレンジとかで挑んでくれる人がいたらすごい楽しみにしてます。勝負強い方とかってある？天気とかはもう晴れ女なので、雨があんまり降ることはないです。楽しみにしてる行事で、なんか周りの人とかはうわこの日雨だとか予報見て言ってるけど、私は見ないです。もうどうせ晴れるなって思っちゃってるとこがちょっとあるので、そのぐらい本当に本番のそういう環境っていうのは強いかもしれないです。そんなに遅くない限りは地方のあのご飯屋さんにご飯を食べに行くっていうのが結構ルーティンであります。その土地に行く前からこれ絶対休みか早めに終わったらここに行こうって絶対決めてる場所いくつかもうなんかピンしておいて、それでいつも行ってますね、マネージャーさんと一緒に。それもルーティンになってる。ルーティンですね。なんかそれのために頑張れてるし、なんかそこの土地の料理を食べることによって、なんかそこの場所の人に仲間入りさせてもらえた気がするので、一個なんか役作り的な雰囲気も持ってご飯いつも食べてます。本当にいろんな遊びをしてたんですけど、本当に想像力が豊かだったなって。なんかお遊戯ごっこっていうか、なんかドラマごっこみたいなのをやってて、みんなで、でなんかいろんな役に分かれて、なんかでもその時の設定とか結構すごい凝ってたんで、なんかタイムスリップものとか刑事ものとか、自分たちのクオリティに今考えるとびっくりする感じですね。でも結構みんなノリノリで、なんか子供ながらになんかははーとかなんかやってたんで、あすごいなんかよくドラマとかやっぱ見てたんだなみんなって思いますね。配役はどなたが決めるんですか？いやなんかなんとなくそれとなくもう決まってて、私はだいたい主役じゃない、全然これで撮ってないけどなんか一応撮ってる人いるみたいな雰囲気出すためにカメラの役やったりとか、なんかサポート役、なんかここ物語にちょっとした点を生み出す人をよくやってました。ご飯ですかね、やっぱり。私はあんまりなんか作ってもてなすみたいなことはしないので、なんかどこかにプロが作ったご飯、美味しいご飯をみんなで行ったりとか、なんかご馳走したりとか、そういうことですかね。やっぱり自分の言葉で何ができる自信もそんなにないので、やっぱり美味しい誰かが作ったあったかいご飯を一緒に食べるっていうその時間で、なんかその落ち込んだことについて話す時間よりかはそれ以外のことで話すことで励ます方が私は多いかもしれないですね。みんなで食べて丸くなって食べて、丸い雪見大福を丸くなって食べて、心も丸くしてあげたいです。私が心がまん丸になってほっこりしたエピソードは、空の上でキッズ祭りです。なんか最近すごい飛行機に乗ることが多かったんですけど、キッズのシングルライダーみたいないるじゃないですか、その飛行機で。なんかそれで親子さんが多分待っててみたいな、おばあちゃん家行って待っててみたいなのが、あの子が隣にいることが多くて、でなんかそうなると、その子ちょっと首からそういうのをかけてるんですけど、一人ですみたいな、
そういう子がいるとなんか、あ、なんか助けてあげなきゃみたいな、ちょっと使命感に駆られるっていうか、でその子とかがこうなんかこう分かんないなみたいな感じで一人ごとなんか助けてほしいけど助けどうしようかなみたいな時になんかどうしたみたいな感じで言うと、なんかこれつかないんだよなとかって言ってるからなんかあそれでいろいろなんか教えてあげたりとかして、なんかもう一回の時も全然違うお仕事の時に隣がそういう子だったんで、なんかわいやまた来たと思って、もう絶対助けたらいるからもう何でも言ってねって思ってたら、もうその子も開始30秒ぐらいでもうこうやって寝ててでも着陸するとともに起きて、なんか忘れ物とか全部なく、もう帽子もかぶってたくましく出ていったんで、あなんか強い子もいるし、なんかたくましく旅行するんだなと思ってすごいほっこりしました。最近そういうことすごい多かったんですよ。多かったんですよ。で前にもキッズがいて、もう最近乗った飛行機でもういなかった、四方八方にキッズがいなかったことがないので、なんか前からなんか意味もなくおもちゃを落とされてそれを拾って遊んで、なんかえーって言われるみたいなのを何回かやって、私もでも大好きなので、そういうちっちゃい子がもうあっという間にフライトが終わるのでありがたかったです。今後もあのお仕事とかお疲れの時にあの決めたいことがあれば心がまんまになるかなと思うので、はい、ぜひあの子供たちとも一緒に。そうですね、でもう好きじゃない子いないですもんね、君だよ。もしリュックの中にあったらそれね 渡してこれ食べて2時間、ま、待ってねって言ったらもう完璧ですからね。森さんオリジナルの雪見まんまるポーズお願いします。まんまるありがとうございます。あちいやなんか最近ちょうど髪をバッサリ切ったので、なんかこの撮影でこのフォルムでいられることが結構嬉しくて、まさしくなんか雪見大福のような感じなので、なのでちょっとそれを強調する感じで丸みを作って、これ結構ロングの方でもできると思うので、こういう感じで小顔かつ小顔みたいな、ちょっとどう感じです。いつでも使えますよね、こういう。なんかだってこれってすごい小顔だし映えると思うんですよ。だっていつもと違う感じの自分を演出できるんで、だから多分すごい JK とかに流行るんだろうなって思ってます。これから寒くなるのでそういう時いいですよね、ちょっと萌え袖とかして、あのインスタとか撮る時とかに SNS 上げたいなみたいな時に可愛い自分演出しつつ、雪見大福もこう片手に持ってもらって、なんか寒い冬でエモい写真撮ってほしいなって思います。はいはいですね、うん、はいはいもう一度はいですね、可愛い、うん、はいラスト、もう一回、はい、はい、うん、ナイス、はい、ラスト、うん、はい。